はい、こんにちは。花のワールドカップチャンピオン、村松文彦のフラワーレッスン。さあ、今回はこういうようなビーンズの器、第2弾なんですが、やはり少ない花材をいかにということで、リクエストいただいて、前回、前々回かな、リクエストや、デザインさせていただいたときに、やはり、もっともっとそういうような、少ない花材でこう、デザイン、まあ、いけばな風と言ったらあれかもしれないですが、そういうデザインをやってほしいということで話がありましたので、今回も、こういうな、ちょっと見てください。なあ、これね、すごいですね、これね、こういうものを、ツルメモドキ、それからピンクシュ、あ、これがプロティアですね。それから、とかこんなのも面白いでしょ、今ね、流行りでね、ね、ハスの実、ハスのドライですね。さあ、そういうのをやりながらやります。で、実はこれは穴が開いてるんですね。よくね、どうしても器が穴、いい器があるんですが、どうしても穴が開いてるときはどうしたらいいですかっていうリクエストもいただいてましたので、前回もそうだったんですけど、それをさせていただきます。で、アクアホームのこういうノーカット、48ブリック普通のやつですね。これをこういうして全部こういうふうにザーッと入れちゃいます。こういうね、こうにして、それからカッターナイフでこうにして、ちょっと斜めぐらいにこう切っちゃいます。こうにしてね、さあ、こういう形でこう、あと面取りをこう簡単にしますね。それからあと、せっかくこういうようなビーンズ状の面白い器ですので、このイメージをさせながら、そしてこういう器をやりたいと思います。まずその前に、こちらのビーンズもビニールセロハンをこのような形でこう切ります。これでコンテストとかそういうのをされる方は、もうこういうものは初めから見えない方がいいですので、まあ、ね、コンテストなんかはですと、グルーで、グルーガンでここピシーこう、これとこれをこう貼り合わせてやって、テープでもいいですけど、していただくといいと思いますね。で、ちょっと大きめに、それでこう水が必ず入る穴を作っておくということが大切です。さあ、今度この場でできました。これから今度は、この枝の面白さをどこで表現していくか。皆さん、これ、どこが面白いですか？ちょっと折れてますね。ごめんなさい、これね。こうにして、ここ、ね。これとこれって面白いでしょう。だからこれ取っちゃいます。こうして、ね、で、この時はさっきと違いますよ。剪定バサミでやるんですね。それでこういうところもこうやって、ね、こういう、どうしたら面白いか。これもいらないですね。こうにして、ここも実がないですので、つるの時ないから、こうにして取っちゃいましょう、ね、こうにして、で、そう、どうやったら面白い。でもね、ここがね、なくても欲しいんですよね、このぐらいの動きがね。そういうのをイメージさせてやります。こういう感じ、全部入ってるから。入ってるよね。はい、さあ、それで今度一番大切なのは、くさび状ね、これを、やはりこういう枝をやるときはくさび状、元は太いのでした。女性の方でこれできないっていう方は、ナタで、小刀でも何でもいいですから、こうやってやっていただくといいですね。こういうふうにくさび状にするということ。そうすると吸水スポンジもね、できません、こう潰れませんので、で、こういう形をこうにしてグッとこう入れます。もうこれだけで面白いでしょ。このビーンズ状の器の中にこう入ってきます。それでここのところにね、プロティアが入ってきます。それから、短いところでこういうものをこう、これ黒鳥です。で、こういうのをわーっとこういうような形でこう、いいですか、こういうして重ね合うというね、こういうして重ねる、面白いでしょ。それから毛糸も今時期的に面白いですので、毛糸をここの中に入れ込みます。こうにして、あ、まだごめんなさい、ブルーベリーがありましたね。で、せっかくブルーベリーがありますので、ちょっと忘れてました。
ブルーベリーはどこが面白いかをちょっとこうイメージさせていただく。ね、前回もあのリクエストの中に枝を面白く見るにはどうしたらいいですかというリクエストがあったもんですが、今これも先ほど言いましたけど、皆さんこれ見た時にどれが面白いですか、ね、こちらもこうやってやって、こちらも面白い、こちらでもこっちがすごく極端にこう面白いでしょ。これをこうやってグッとこう、これでこういうふうに交差させちゃいます。交差するのは面白いけど、この高さとこの高さを同じにしたら面白くないですので、必ず交差をするときに長さを変えます。高さを変えます。その方がいいですね。こういうふうにして高さを変えます。いいですか、こういうふうにして。でもしか高さがどうしても同じようだったら、向きをこうやってちょっと変えてください。そうすると少しでも高くなりますね。でもしかこれがちょっとあれだったら、こうやって取ってください。必ず高さを変えた方が綺麗ですね。で今度こっち側にもせっかくこれありますので、こうにして、こうにして、あとこう下に行きましょう、ね、それから毛糸、先ほどの毛糸ごめんなさいね、こうにして取ります。で重ねるということね。でやっぱりこういうところがちょっと見えると思いますので、こういうところをちょっとこう、必ずこれもセロハンをしないように、それからこう葉っぱが上に来るようにね、後ろ側にもこうしてちょっとこう、後ろはこんな感じです。後から回しますから見ていただくと分かりますけどね。あのまたあのこの動画以外にこう回転している動画をやりますので、それを見てください。さあそれから今度はこの中にこう伸びてる花がありますので、かえってこれ短くしちゃいます。こういうふうにしてね。それからあとこのあれもあの伸ばすのも面白いですよ。こうやって伸ばすのも面白いけど、こういうね、こういう伸ばすのも面白いです。伸ばすのと短いのを同じところからこう出しましょう。こういうふうにして、でこれも大体こういうような形でやっとくといいですね。それからあとこういうものを刺すときは、刺してごめんなさい、刺して切る、刺して切る、これやるといいですね。そうすると比較的早くできます。こうにして、こういう感じで、やはり一番大切なのはあの吸水スポンジをしっかり隠すということが大切です。さあそれから今度はこのシンホリカルコスの面白さをこの空間、この空間に持っていきます、ね、まあね、一つ一つが全て違うわけですからね、それをどうあれなんですけど、それをうまくこう利用しながら、ほいでシンホリカルコスも2本こういうにして、で今度こっち側にも短くしてやると面白いですね。でこうこれ垂れてますから、わっとこういうふうに垂らしてもいいかもしれないですね。こうにして、でこっちは3本いきましょう、ね、重ね合うというね、こういう感じで後ろ側にもこう入ります。少ない花材でいかに表現するかっていうのが大切だと思いますね。さあこんな感じで出来上がりました。ちょっとここきれいにします。今回は枝を見るということをしました、ね、でこれも邪魔ですね。邪魔ですねっていうのはおかしいんですけど、これ取った方がいい。そうすると空間がもっとこう見えますから、最後にもう一回 見ながら、でもこれプロティアの葉っぱがあれですね、せっかくありますので、このプロティアの葉っぱもそのまま使っちゃいましょう。あのこれ回しますので、後からあの、その動画もあると思いますので、よかったら見てくださいね。でこれをこう重ね合っていくね、こうしてこういう感じね、面白く重ねる。はい、出来上がりました。いかがでしょうか。さあ今回は枝を面白く使うということで、使ってます。
さあ、こんな感じ、ね、今回、鶴瓶もどきを面白く表現してそれをいかにこうやってるか、ね、こうあれでしたらここに来ちゃっていいの、こうにしてそれこう切ったところはきれいにこう切っておくといいですね。さあ、それからもう一度こういうふうに見て、ちょっといけばな風になりましたけど、こういうようなで、ぐっと締まるものとぐっと伸ばすものをうまく利用すると、こういうような枝物風アレンジで、花材はそんなにたくさん使ってないですね。こういうデザインは面白いと思います。皆さん、何回も言いますけどね、リクエストと質問ございましたら、この LINE の QR コード、もしくはこれがそうですね、それからあと、あの YouTube の概要欄の URL からご質問等々、それからリクエストを教えていただくと嬉しいと思います。いかがでしょうか。皆さんのリクエストお待ちしてます。